ここはマイクを通じてのメッセージでもいいでしょう。いやー、本当にあの僕以上に長い時間だと思ったんですけど、本当になんとか復活することができました。この笑顔は全てを語っていることと思いますけれども、復帰2戦目となる今日のマウンド、どんな思いで上がったんでしょうか。前回5回途中で降りてしまったんですけども、怪我なく無事にマウンドを降りることができましたし、今日はもう勝負に徹して、チームの勝利、先に点を取られてしまったんですけども、なんとかチームの逆転を信じて結果的に勝つことができました。その一員として改めてスワローズ、どんなチームだというふうに感じになったんでしょうか。まあ、本当に今日もこの緑の前のスタンドを見てもそうだと思うんですけども、チーム一丸、ファン一丸となって一戦一戦戦ってますので、本当に心強いです、はい。この人としてはどんなメッセージを込めたいですか。僕としては、復活できたっていうのもありますけど、これは一つの通過点として、とにかく今シーズンの優勝、19日ですか、長い間離れることになりましたが、何度手術しても皆さんがいればこうやって戻ってくることができるんです。声援を受けて、しっかり選手みんな戦ってますので、もっと大きな声援を明日からまたよろしくお願いします。